Yes!
もしもし？話しかけているのに無視されました。そりゃ世の中にはいろいろな奴がいるからな。ちょっとお待ちなさい。あなたもロンバルディア号に乗っていらした方ですよね。私たちも同じ乗客で。俺に関わるな。ちょっと待ってくれ。その時が来ればな。こら、せめて名乗っていきなさい。ヒュンメル、運び屋だ。みたいだから。それにしても運び屋か。あなたが言わないでください。それより日が暮れてきましたね。なんつうか
焚き火って不思議と見入っちまうよな。この島は不安なことだらけで、身もあそこも縮み上がっちまうんだが、火を見ていると落ち着くというか、安心できるというか。ああ、ええ、人は大昔から火と共にあったといいます。時として火は災いにもなりますが、明かり、暖かさ、安らぎをもたらしてくれた、そんな記憶が私たち人間の魂に刻まれているのかもしれません。へえ、なるほどな。それにしても今日会ったあの方は何だったのでしょう。私が話しかけているのに無視するなど、失礼にも程があります。ヒュンメルとか、わしには無視したというより、漂着した島に目的ですか。そんなはずが。カーランのおっさんもそうだが、なかなか面白い奴らが集まったよな。たまたま同じ船に乗り合わせただけで、生まれも身分もバラバラの連中だ。いろいろな人間がいるのは当然じゃねえか。そんなことは分かっています。さーて、明日に備えてそろそろ寝るとしようや。もう、うん、子供扱いしないでください。お前ら感謝しろ。